今回の事件もズバッと解決いたしますぞ。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はペーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。前回の続きからですね、チュチュリーナがねまさかの仲間になったことにね気を取られてたんですけど、このデアールの館ね、ここもなんか矢印ゲットしたんで多分パワーアップできると思うんでね、これをねやっていきたいと思います。その手に持っているものは何であるか。上向き矢印ね。これで、あれじゃない？ランク、さらにランク上げれるようになるみたいな。なんであるか、この上を向いた矢印は。上を向いた矢印？上？てん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 。おー、そうである。なんだ？あ、どっか行っちゃった。え？死んだ？どっか行った？え？なんだ？おー、なんか弾が落ちてきた。これはウルトラストーンである。このお告げはこのことを言っていたのであるな。あ、上にあったんだ。わしが昔ゲットして天井裏にしまっておいたのをすっかり忘れておったのである。なるほど、もともと持ってたんだね。これがあればお主の仲間をさらにパワーアップできるのである。マジか。あ、これね、赤いストーンね。うわー、すげえ光り輝いてる。来たか？これで OK である。早速仲間をパワーアップさせるであるか？いや、さらに来るんだ。ランク2までいけるわ。ま、社員は同じく3なんだね。大群よし。全体攻撃技？そうじゃない？よけよけスモーク。貫きコーラ。あ、これはあれか。パワーアップさせないとわかんないんだ。じゃあちょっと行ってみる？大群よし。全体攻撃技でしょ？いや、吉田もやっぱ、ね、唯一自分で名前つけてるから、愛着があるんだよな。あるあるあるで、あるさあ、これで、すごい演出ですよね、これね。キラ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 ーと。で、吉田が大群ヨッシーっていう技を覚えたということで、ちょっと使ってみたいね、これね。他にも、うわーそれで言うと、ノコタロウもちょっと気になるな。これはなんか、避けるようになるっていう、なんか、地味な技だけど、貫きコーラっていうのは、全体攻撃技のパワーアップ版みたいなことなのかな。これも非常に気になりますけどね。うわぁ、触れたらドカンもちょっと面白そうではあるしね。全体攻撃の魔法の炎もあるしな。まあ、一旦いっか。一旦ちょっと我慢するか。そんな社員いっぱい持ってるわけじゃないからね。うわ、HP30 になってるわ。FP6 FP6 必要らしいです。なかなかだね。さあ、ということでこの列車乗っちゃおっか。列車ね。君は？あ、これはあれか、いつも言ってる人だね。いつもいた人だね。で、君ですかね。この列車はピカリーヒルズ行きリッチリッチエクスプレスです。お乗りになるにはチケットが必要ですと。これ、モンテオネからゲットしてからね。チケットを確認いたしました。お乗りになりますか？はい。いよいよ行くんだ。なんかあっさり行けそうみたいな感じだったよね。平和な街だよって言ってた。では、足元に気をつけてお乗りくださいと。いいなぁ。こういうなんか高級な急行みたいな乗ったことないわ。なんかあるよね。寝台列車みたいなさ、なんか部屋があって寝れますみたいなさ。乗ったことない。人文の部屋がある列車みたいな乗ってみたいな。さあ、これで進んでいきますよと。どんなとこなんだろうね。さあ、始まりました。ステージ6リッチリッチエクスプレス3日間。あ、3日間電車の中にいるんだ。なんか起きるのかな。じゃあ、いや、てかそうだ、平和なとこって言ったって、だって影三姉妹が行ったんだもん。バレちゃったもんね。ここにストーンがあるってことかね。マリオのお部屋。うわ、いいなこれ。めっちゃ豪華じゃん。さすがリッチリッチエクスプレス、乗り心地は最高だな。これならピカリヒルズまでの3日間なんてあっという間だぜ。おお、ベッドもあるんだよ、2段ベッド。ん？床に何か落ちてるぞ、いつの間に。お、なんか紙が落ちてるね。なんだ？ピカリヒルズへ行くな。今すぐ列車降りなければ、列車を爆破するぞ。うわ！いや、ビビアンたち、ビビアンじゃない、影三姉妹じゃない？これ脅迫状じゃねえか。ひょっとして、ゴロツキタウンにいたマジョリンの仕業か。マジョリンか。ともかく、この脅迫状は、ここにあるということは、犯人はまだこの列車に乗っているはずだよな。犯人が何か動き出す前に捕まえてやろうぜ。
いや、爆発危ないよ。え？おー、社員ありがとうございます。ここは乗れないよね。あ、休むとかもできるんだ。調べる。しなびたキノコ。別にいらんな。いりませんね。休みますか、じゃあ。よいしょ。はい。これでまあ HP が回復するのかな。まあ HP 減ってなかった気もするけど、まあまあいいでしょう。回復するのは別に無料なんでね。で、あとはもう何もなさそうかな。ここも何もないもんね。よし、じゃあ行こうか。5号室なんだね、僕はね。5号室らしいです。じゃあ左から行ってみるか。ね、こっちから行ってみよう。お、メイドさんだ。かわいいね。いらっしゃいませ。ここはダイニングカーですよ。つまり食堂なの。食堂車なの。わざわざここの利用を、料理を食べに来られるお客様もいらっしゃるんですよね。なんかうねうねして読みにくいな。今回はすっごい有名なムービースターのトロン様が乗っていらっしゃるんだって。ギャルメイトだったわ。ああ、早く、彼が食事に来ないかしら。サインとか欲しいです。いいね、はしゃいでるね。あ、綺麗に並べられてると。ここはな、特になんもなさそうか。お、料理人だ、こんにちは。皆様のお食事を担当しております。どうぞ、お尻おっきい。いや、お見知りおきよでしょ。お尻おっきいよ。間違えました。お見知りおきよ。かわいいね。本日のランチは私が自信を持ってお出ししている、出来栄えでございます。ぜひ、ご賞味ください、ムシュー。かわいいね。楽しそう。立派なオーブンがついている。ピカピカに磨かれていて、とても清潔そうだ。なんか、今回、いろいろ調べられるようになってるんだね。見たこともない調味料が、所狭しと並べられていると。で、君はなんかキノコだけはみ出てるけど、大丈夫か？あ、ショップがあるんだ！すげえ！ショップだ！スーパーキノコ、メイプルシロップ、スッキリドリンクとか、もろもろあるんだ。これ欲しいな！すべての敵に落とすやつ。これ欲しいっすね。2個ぐらい買っとこっか。よいしょと。オッケー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 。で、あとなんか預けとくか。しなびたキノコとか持っててもしょうがないからね。ちょっと預けとこうか。しなびたキノコ。あとは、これなんかいっぱい買っちゃったけど、これあれだな。一体にしかダメージ与えられないやつだね。雷ゴロゴロね。これちょっともったいなかったな。雷ドッカンを買えばよかったね。まあこんなもんですかね。なんでもないよと。あ、間違えた。なんでもないですよと。はい。で、まあちょっと探索してみるか、じゃあね。引き続き探索。ほい。で、こっちは、あ、6号車、7号車っていう風に続いてるんだ。僕の部屋が5号車だったからね。5号車、5号室か。さあ入った。おお、なんだ、ペンギン盾か。何者だ。家に帰るところなのです。随分長く帰っていないので、家、うちが懐かしいですな。絶対に何者かではあるだろうな。なあ、こんな、探偵でしょ、明らかに。明らかな推理小説が入ってると。明らかに探偵だけど、特にでも何もないんだね。探偵感がえぐいもんな。これ勝手に入っていいんだね、この部屋にね。大事な取引があるのです。ピカリヒルズに行くのです。仕事などで、この列車代ももちろん経費です。すごいラッキーでしょ？いいですね。よいしょ。何も入ってないか。なんかあったら、パクろうとしてるからね。なんかあれば、パクっちゃおうとしてるんで、こっちはね。お、なんだ？いっぱい人がいるぞ。おー！このボム兵の、金銀銅のボム兵たち。おー、君確か闘技場のチャンピオン、グレートゴンザレスくんじゃないか。君もピカリヒルズへ行くのかね？あそこはまさにチャンピオンにふさわしい場所だよ。タクの、コナリキンちゃんのバースデープレゼントを買いにピカリヒルズへ、行きますのよ。おほほほざます。僕、コナリキン、コナリキンかわいいな。僕のバースデープレゼントを買いに行くところさ。どうだ、羨ましいだろう。確かにいいね。
お、星のかけら、やったー。こんなところに星のかけら、さすがお金持ち。調べといてよかった。さあ、そしてセーブポイントがありまして、こっちはいけないのかな？ようこそ、リッチリッチエクスプレスへ。当列車の車両でござ、車掌でございません。お客様は確か、5号室のマリオさんでしたね。ごゆっくりとお繕いください。なお、この先は貨物室になっており、お客様の立ち入りはご遠慮いただいておりますと。あ、見せた。え、脅迫状ですって？わかりました。ご連絡いただきありがとうございます。マリオさんもお気をつけて、お部屋に戻りください。あ、入れてはくれないんだね。うん、ダメそうだね。ここはもう固くなり守ってるね。いや、怪しいな。犯人じゃないか、あいつが。入れてくれないもんね、貨物室に。で、とりあえず、ちょっと反対側も見てみたいんで、反対側にも行ってみたいと思います。あれ？なんか集まってるな。あ、そっかそっか。さっきの聞いてね、みんな集まってるんだ。せっかく経費で美味しいものでも食べようと思ってたのに残念です。全く無念です。いや、悲劇だ。いや、確かに悲しいよな。会社からの、うわ、足跡、怪しい足跡。ふむふむ、事件の匂いがしますぞ。やっぱ探偵だよな。なんかいかつい、キノピオもいるね。つまり、ランチ用のシチューが、ほんのちょっと目を離した隙に鍋ごとなくなってしまった。あ、全く関係なかった。シチューがなくなったっていう事件が、なんだ。というわけですな。ふむ。皆さん、これはれっきとした事件ですぞ。事件？いや、爆弾の方が重要だけどね。事件って一体、どんな食べ物ですか、ムッシュ。ああ、ダメだ。我が輩の名は、あ、ポワンね。ポワロみたいなことだ。実はこう見えても探偵をしていましてな。まあ、めちゃめちゃ探偵のあれだもんね。アイテムばっかりつけてるもんね。だからこういうことには結構鼻が利くのです。今回の事件も、ズバッと解決いたしますぞ。まずこの事件で最も重要なことは、犯人が鍋ごとシチューを持っていったというところですな。つまり犯人は、あなただ。おい、なんだ、なんでだ？びっくりしてるよ。私、ということさっぱりわかんない。いやー、すまんすまん。今のセリフ言ってみたかっただけなんです。おい、適当かよ。怒ってるよ、ギャルメイドも。ごめん、真面目にやりましょう。しかしこれはなかなか難しい事件ですぞ。つまり結局のところ、まだ犯人はわからないということですね。バカバカしい。僕は部屋に戻らせてもらうよ。むむむむ、そそくさと部屋に戻りたがるあなた、実に怪しいですぞ。犯人はミスター・トロン。あなたと、あ、トロンってこの人がトロンか。なんか有名な俳優さんでギャルメイドが喜んでたよね。トロン様は絶対に違うわ。適当なこと言わないで、おっさん。おっさんって言われちゃった。おっさん しかし、それでは一体誰が、元の犯人はどこに。めめめめ、謎は深まるばかりだ。あ、みんなブツブツ言ってるね。はあ、呆れてるね。まあ、ここに足跡があるから、これを見てみよう。床に何かの跡がついている。これって、シチューがこぼれた跡じゃないの？あ、ビーフシチューの方ね。この跡を追いかけたらきっと犯人がわかるぜ。もしかしたら、あの脅迫状の犯人かもしれないぜ。そんな時かな？シチューパクったの？根拠？物を盗むやつなんて悪人に決まってるじゃないか。まあ、それは間違いなくそうなんだよな。君はさっきからこの辺りをうろうろしてますな。てん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 。怪しい。実に怪しいです。ダメだ。この子ダメだ。皆さん、わかりました。犯人が。あ、やばい。なんか絡まれちゃった。さっきからうろうろと怪しいことこの上ない。ズバリ犯人は、君ですな。ああ、マリオもびっくりしてるわ。違うよと。違うですと。もし君が犯人でないと言うなら、本当の犯人をズバッと探してくるのです。そしたら君が犯人でないことを認めましょう。ずるすぎ。ずるいよ、そんなの。やられたわ。まあ、とりあえずこの足跡を追っていこう。この足跡を追っていきましょう。足跡、支柱跡？支
中央と、あ、4号室はちなみに見てない。ちょっと開けてみよっか。4号室は誰の部屋なんだろう。なんもないか。こっち側来てないんだよね。反対側の方から 見ちゃったんで。あ、でもここ3号室に入っちゃってるよ。おはははは。怪しいとかじゃないじゃん、もう。大満足した顔だよ。スプーンとフォーク持って。いや、もういいんじゃない？こんなに大満足な顔してるなら許してあげようよ。あ、何か用ですか？厨房の鍋？証拠がないのに僕が食いしん坊に見えるってだけで犯人扱いするんですか？え？シチューのこぼれた跡がこの部屋まで続いてる？いえ、そんなの全然知りません。もちろん引き出しの中に鍋なんかありませんよ。調べちゃダメですよ。かわいいよ。かわいい。えい。グルメ雑誌が何冊も入ってる。リッチリッチエクスプレスの特集をやってる雑誌がある。コックの写真が大きく載っている。とても眩しい笑顔だ。雑誌の奥に何かある。厨房の鍋をゲットした。綺麗に平らげたようだらしいです。てん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 。ごめんなさい。僕が全部食べました。いや、いいっすよ、別にね。いいよ、君なら。許してあげよう。他にまだ食べ物あるでしょう。つまり、あなたはランチのシチューがあまりに美味しかったので、もっと食べてみたくなった。そこでコックの目を盗んで、鍋ごとシチューを盗んでしまったというわけですな。はい、その通りです。素直だな。この出来心だったんです。本当に本当にごめんなさい。罪を憎んで人を憎まず、済んでしまったことです。今後このようなことがないように、まあまあ確かにそれ責めてもしょうがないからな。それより君。そう、ヒゲの君です。この事件を解決するなんて、我が輩の目に狂いはなかったようですな。ところで君の部屋に届いたレイの手紙の件。来た。我が輩を探偵とした、車掌から話を聞きました。ここで話すのもなんですから、後で我が輩の部屋である6号室に来てください。6号室ね、了解。あ、それから、厨房の鍋はコックに返しておいてください。あ、僕が僕が返すんですか？お騒がせしてごめんなさい。でも、美味しかったな、シチュー。あー、ディナーも楽しいな。ディナーも食べる気だ。あんま、反省はしてないな。あんまり反省はしてないな、こりゃ。ディナーを楽しみにしちゃってるもんな。さあ、で、ちょっとこっち側も一応見とこっか。さっき4号室いなかったから、もう多分帰ってきてるだろうから、そこもちょっと見たいね。エクスプレス、1号車ね。1号車。おー、この方だ、マダムだ。コロシアムにいた人だよ。こんにちは、ダンディーなお方。あれ、特になんか冷たいな。化粧の道具がたくさん入ってると。あれ、違うのかな？別人なのかな？いた気がするんだけどな。ああ、この子だ、トロンだ。いや、あんたか。さっきは僕まで疑われて災難だったよ。えい。トロンの写真や手紙などが入っている。で、特になんもないか。ん？なんだこれ。え？こんなとこに扉あるぞ。これちょっと開けてみよう。列車が動いてる間は扉開かない。なるほどね。で、ここは？はいはい、運転室ね。運転室に来ましたよ。おー、君ですか。お疲れ様です。ようこそ、リッチリッチエクスプレスへ。こんなとこ入っていいんだね。当列車の運転士でございます。これより3日間かけて、ピカリヒルズへとご案内していたします。リッチリッチエクスプレス、最高！楽しんでるね。列車の運転をするところだ。レバーやスイッチが小さなものから大きなものがたくさん並んでる。いいね。これ乗れるの？あ、乗れないか。最高でしょう。見た目の美しさはもろちんですが、やはり、その心地よい憂いを直に感じていただきたいのですと。リッチ HX ウェス最高。いいね、でもね。好きなものを仕事にしているということで。さあ、じゃあ、一旦戻りますか。一旦戻りましょうか。あ、4号車やっぱ人いないね。あ、で、これ、あれだ、クロリン床だ。クロリン床がありましたよと。で、4号車やっぱ人がいない。ここはなんか、今後あるだろうね、多分ね。
おそらく今後何かあることでしょう。じゃあとりあえず、6号室の、さっきの探偵の人にね、ポロンだっけ、ポロンに会いに行きたいと思います。よいしょ、シチューの犯人捕まえたの？すごいじゃん。で、なんか鍋の蓋返してって言われてたよね。はい、どうぞ。おう、ムシュー。私の鍋見つかりましたか？どうぞ。おう、これはまさしく厨房の鍋。中身はすっかりなくなってますが、確かに私のものです。ありがとうございます。これはほんの俺です。牛取ってください。じゃなくて、受け取ってください。おう、星のこけら、ありがとうございます。ありがとう。さあ、6号室に来ましたよと、ポロン、こんにちは。お、待っていましたぞ。先ほどの事件ですが、なかなかのお手並みでしたな。しかし、残念ながらおそらく彼は脅迫状の犯人ではありません。そうだね。ただの食いしん坊だもんね。なぜなら彼の部屋には犯行に弱すようなものは何一つありませんでした。これ、もうちゃんと見てるんだ。ところで、君は探偵の素質がありますわ、な。よろしい。君を我が輩の助手として認めましょう。ああ改めて自己紹介ですが、我が輩の名は、ポアンか、ポロンって言ってたら僕ね、ずっと。ポアンでした。ピカリーヒルズに住む探偵です。世間の人々からは、ピンク色の頭脳を持つ男という名で呼ばれたりもするんだ。ピンク色の頭脳、いいことなのかな、それは。もちろん君にも名前ぐらいは聞いたことあるでしょう。そして君の名前だが、いやいや、名乗らなくても結構。我が輩が推理してみせますぞ。わかるのか？そのヒゲ、その花。ふふふふ、ズバリ君はあの有名なルイージ君、ルイージ有名なの？あぼぼぼぼぼってなってる。いやー、噂は前々から聞いておりますぞ、ルイージ君。ところで、例の脅迫状の件だが、犯人は列車の爆破を予告したとなると、あのファミリーが怪しい。君もそう思いませんか？ボム兵のね。自分が爆発するってことある？さあ、ルイージ君。この事件を我が輩と共にズバッと解決いたしましょう。結局訂正しないの訂正しないの、とりあえずさっきの爆弾のところに行くんだね。爆弾のファミリーのところに行くんだね。どこだったっけ？ 7 号車だっけ？あ、なんか始まったぞ、イベントが。あ、時間が夕方になったんだ。ここじゃないな。じゃあ8号車か。ここだ。だから、なんか、あ、プレゼントを考えてるんだ、今ね。こなりきんちゃんのプレゼントは、英才教育セットがいいと思うざます。そんな安っぽいものだ、ダメだ。もっと高価なものでなくては、例えば車とか家とか。こなりきんちゃんにはまだ早すぎるざます。あなたったら世間ってばっかり気にして。それよりも、お受験に備えて英才教育セットの方がずっとためになるざます。チェ、僕どっちも欲しくないのに、全然聞いてくれやしない。確かになぁ。ねえ、おじさん、チャンピオンの次は探偵してるんだって？じゃあ、僕が本当に欲しいものを当てて見せてよ。いいよ。本当？じゃあ僕が本当に欲しいものをおじさんに、が持ってきてくれたら代わりにいいものあげるよ。ヒントは頭に、さがつくもの。わかった？さ？なんか持ってるかな？さ？なんだろう？全然わかんねえな。二つ目のヒントもくれるんだ。優しいね。二つ目のヒント。ある人のサイン。あー、サインってなると、あの人かな？あの俳優さんかな？僕のサインじゃないよね。僕のサインじゃないよね。僕のサインじゃないよね。そうなるともう、あの子しかいないもんね。あの、なんかいかついキノピオみたいな人ね。さあ、この人のサインじゃないかな。こなりきんくんがプレゼントの欲しいもの？憧れのムービースター、この僕のサインとかね。悪いね。僕は女の子にしかサインをしないことにしてるのぞ。おい！なあ。コナリキンの欲しいものって、コナリキンが憧れてる人のものなんじゃねえか？早く見つけてやらないと本当に爆発しちゃうかもしれないぜ。憧れてるもの？探偵かな？それか、女の子だからっていうことでサインもらえない？
違うか。え、じゃあ、探偵にサインもらうのか？それとも車掌さんか？全然わかんない。コナリキンくんは、なんか言ってたっけ？なんかヒント言ってたっけ？ちょっと忘れちゃったな。君はサインくれそうかい？あ、ダメだ。サインくれそうな感じじゃない。やっぱ探偵だじゃん。戻ろう。探偵からのサインだ、絶対。お、なんか、すごい難しい事件、解いたんだねって言ってね。あの、相談あるよって言ってくれてるマダムが。何？まあ嬉しい。相談というのは、この列車の中でなくしてしまった私の金の指輪を探していただきたいの。お願いしましたよ、ダンディーなお方。金の指輪ね、なんか、どこで落としたとかないですか？ここに、ない？なんか、まあ、そんな簡単にはないよな。どこにやったんでしょうか。まあ、そんなうろうろしないんだろうからね。料理の時に落としたとか、そんな感じじゃないですか。でですね。まあ、とりあえず、あれだ。あの、ペンギンさんにもらいに行くわ、サイン。コナリキンくんの欲しいもの？うん。それはズバリ、ゲームボーイですな、ルイージくん。子供は大抵あれを欲しがりますからね、ゲームね。あ、でも違うんだ。わかんない。わかんないぞ。どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ、じゃあ。誰に憧れてるんだ、コナリキンか。この人か。せっかく経費で美味しいランチを食べられると思ったのに、ディナーは経費で食べてやる。絶対違うよね。なんだ？ここにいると喧嘩が丸聞こえで、コナリキンくんのことを思うと心苦しい限りです。ところで知ってますか？あの子の将来の夢は、列車の運転士なんです。ああ、ここの話を聞いてから運転手さんに話を聞かないといけなかったんだ。お金持ちの子供なのに可愛い目ですよね。確かに、あの、電車の運転士さんって確かに子供の結構夢だもんな。じゃあとりあえず一番先頭まで行くわ。お、なんか、この子も頼みたいことがあるって、ギャルメイド。なんだ？ほんと？実は、元彼にもらった貝殻のピアスなくしちゃったのは、今度はピアス。元彼との思い出がいっぱい詰まった大切なピアスなの。それを探してほしいの。お願いね。みんななくすな。みんななくしますね。はい、運転手さん。私のサインが欲しい。あ、コナリキンくんにですか？構いませんよ。それじゃあ。おー、きょきょきょ、運転手さんのサインをゲットしたと。いやー、サインだなんて照れますね。おーきょきょ、これをじゃあコナリキンくんに渡しに行こう。めっちゃ大変。一番端から一番端ってから。移動距離がめっちゃあるな。オーケー、持ってきたよ、コナリキンくん。僕が本当に欲しいもの持ってきてくれた？はい、運転手さんのサインね。ピンポーン、すっげえおじさん当たりだよ。さすが探偵だね。じゃあ約束通りこれをあげるよ。おー、社員ありがとうございます。サインありがとね。大事にするよ。かわいい。かわいいね。探偵って何？あ、探偵は全然憧れてなかったわ。てっきり探偵に憧れてるのかと思ったら違いました。あ、そして夜になったね。夜になった。じゃあ、とりあえず、この子に話しかけよう。ポアンかな、ポアン。やっぱりサインだったようですね、ルイージ君。我が輩の思った通りですぞ。そうそう、先ほど車掌がルイージ君を探していましたな。まだまだ事件の匂いがしますぞ。お、なんだろう。探されていたと。さあ、ということで、ちょうど、ここで終わっとこうかな。ここで、終わっときたいと思います。次回はこの車掌さんに話しかけて爆弾の事件をね、解決していくっていうところですね。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。